ここです、ここです。いやー、私です。みんな大好きか分かりませんけど、かぼちゃです。私は地球にいて、人間に拾われて、種になって、植えられて、かぼちゃになったかぼちゃです。いやー、なんか捨てられました。なんか、かぼちゃを嫌った子供が捨ててしまいました。今は誰も、ここは誰も知らない空間。もうここにはもう生き物なんてアリぐらいしかいません。どうせ虫に食われてしまうのです言ってもですね、ここには仲間がいます。その仲間はパンの耳くんです。人間の子供はパンの耳もく嫌ってパンの耳が時々降ってくるのです。本当はかぼちゃになんてなりたくなかったんだ。私は本当は何になりたかったと思う？そう、ノコギリザメだ。ノコギリザメなら捨てられることも殺されることも少ない。わかりますか？普通の食べられるけど。でもノコギリザメは食うなんてことを聞いてないわ。してね。